皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はろくでもない輩たちが仕掛ける洗脳について触れていこうと思います。というのは、私たちはというより人類は長い時間騙され続けてきたという事実があり、それは今も継続中で、ろくでもない輩たちの計画は進行中なのですが、今その流れが大きく変わろうとしている大事な時期にあると感じるからです。その流れが大きく変わるというのはどういうことかというと、わかりやすく言えば私たちや子供の世代に平和な世界が訪れるということになるのですが、漠然としてわかりづらいですよね。具体的に例を挙げると、今起きている椅子の国と浜舞台によって引き起こされているような殺戮行為がなくなるということです。第一線で戦っている者たちの根底に流れているのは、度重なる紛争によって生み出された憎悪となります。その憎悪も洗脳技術であって、それによって人を洗脳していくという、なかなか厄介なものだけに気をつけなければならないことなのです。この動画を最後まで見ることで、不安や恐怖との付き合い方が理解できるのではないかと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、この動画を作成しているのは2023年11月23日勤労感謝の日なのですが、この祝日はいつからできたかご存知でしょうか？それは1948年昭和23年に設定され、その意味は勤労を尊び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う日ということになっており、素晴らしいことだと思います。ところが、この11月23日というのは、日本においては2000年以上も前から新嘗祭が行われており、五穀豊穣を祝うという宮中行事でした。過去形で話しましたが、その行事がなくなったわけではなく、今も執り行われています。新嘗祭の神は神穀を、嘗は奉ることを意味し、収穫された神穀を神に奉り、その恵みに感謝し、国家安泰、国民の繁栄を祈念します。このようにして日本では、自然からの恵みに感謝するという文化が国民の中に継承されてきたのです。ところが、戦後日本を統治していた G なんとか Q によって、天皇の宮中行事と国民行事を切り離すことを目的に勤労感謝の日となったのです。 G なんとか Q がなぜそんなことをしたのかというと、日本という国の底力を大東亜戦争によって嫌というほど思い知らされたため、その日本民族の強さの秘密を徹底的に調査し封印したことによる結果です。同様の理由で、墳所といわれる国際法違反をしてまで、日本という文化の継承をさせないようにしてきました。その墳所とは、過去の動画でも取り上げたことがありますが、実に7000冊以上の出版物が焼却処分され、特に宮中行事に関わるものが多かったそうです。日本文化の何を恐れていたかというと、新嘗祭では祭典終了後にお神酒などをいただく直来という神事があり、その目的と効果を恐れていたようです。直来は、神様にお供えしたものを祭典に関わる一同で食すことで、神様との絆を深め、お力をいただく儀式です。儀式の最後に行われる直来は、大嘗祭をはじめ他の祭りや神事においても必ず行われてきている儀式なのです。要するに、 G なんとか Q はこの日本人に伝わる DNA に刻まれた絆の部分を恐れ断ち切ろうとしていたということです。言い換えれば、思いというエネルギーを恐れていたのです。それを前提に、今回重要項目とさせていただいた洗脳という罠についての話となるわけですが、世の中で蔓延する多くの犯罪などは、人の心をコントロールするという、いわゆる洗脳という技術が利用されて起きています。詐欺もそうですし、国家が国民を支配するためにも洗脳は行われています。洗脳されている状態では道理が通じません。洗脳された者は、教祖様や独裁者に依存するという精神状態になっており、何でもやってしまいます。そうするために用いられる手法が、恐怖や不安による洗脳です。今特に注意が必要なのは、中東情勢の最新情報だと思います。皆さんは、椅子の国と浜舞台の間で行われている紛争で起きている悲惨な映像を見たことはありますでしょうか？私は一度もありません。というより、意識して見ないようにしています。私の動画ではたびたび言わせてもらっていることですが、危機管理意識を高めることは必要ですが、不安と恐怖を感じる必要はないということです。一見矛盾したことのように思えますが、人間が生きるためには危機管理意識は重要で、そのための対策と準備を行い、強固な精神で試練を迎え撃つということなので、全く矛盾していません。ところが、
ろくでもない輩たちというのは、人や世界を支配するために庶民を洗脳しようといろいろな手法を取ってきます。その中の一つが恐怖による洗脳です。恐怖に襲われると、それを救い出してくれるというものにすがる、つまり依存心が高くなります。新興宗教の手口はこれで、先祖代々の因縁を断ち切ってくれるのが教祖様ということにストーリーは作られます。直近では北の国がロケットを発射したということで緊急アラートを鳴らし、国民を恐怖に陥れてアメリカからの法外な値段をつけられた兵器を購入することができるように利用されています。北の国の話が出たので補足すると、この国は国民に恐怖を植え付けて洗脳しています。あまり具体的に書くと問題がありますが、公開で処罰をしています。その原因は、愛し合っている男女がちょっと肩を組んで写真を撮っただけでマシンガンで蜂の巣にされています。それだけではなく、公開で行うわけですから、多くの民衆の目の前でその惨劇を見せつけ、近寄らせ直視させられます。その時、例えば10人がその対象となっていた時に、その周囲では家族が泣き崩れており、その中で処罰は開始するわけで、最初の5人がその見せしめとなり、いよいよ自分の子供という時になって、恐怖と悲しみがマックスになった時に、独裁者が5人を許します。それによってどんな効果が得られるかというと、独裁者への恐怖と独裁者の慈悲深い面が強烈に心に刻まれます。これらのことが全て洗脳するためのテクニックなのです。このことは隣の赤い国でも似たようなことがなされており、国防動員法というものによって、日本に住むその国の国民がどのように変貌するかというところにも通じるものがあります。どんな悪行であっても従わなければ本国にいる両親や兄弟などの身に危険が及んでしまいます。話を戻しますと、恐怖というものの取り扱いを間違えると、私たちもよからぬ方向に誘導されます。冒頭で話した G なんとか Q の話で補足すると、宮中行事と国民行事を切り離すというのは、つまりは共通した思いというエネルギーには強大な力があるということなのです。そういうことが根底にあるということを理解することがすごく重要で、私がこのチャンネルを開始したというのも、私たちは騙されているということに気がついたからであり、このまま放っておくと大変なことになると思ったからです。そして動画を作成するにあたり、長い年月の間、人類を騙してきたろくでもない輩たちの目論み、計画というものを暴露して彼らの手口に乗らないためにはどうしたらよいかということを心がけて情報発信してきました。その過程でろくでもない輩が駆除されるのが早いか、世界中の庶民がそのからくりに気がついて意識が変わるのが早いかがポイントで、私はハッピーエンドが待っていると強く信じているわけですが、それには一定期間、一定時間が必要です。その際に被る被害というのを大難というのなら、それらを認識して対策し、小難に変えることが必要でしょうし、そのためのマインド設定が必要だと思って動画にて情報を発信しています。そういうこともあって動画の中でたびたび不安は禁物だということを言ってきたということになります。先ほど北の国のことを話しましたが、独裁者というのは例外なく恐怖というものを使って人を支配します。そのための諸行というのは悪魔の諸行と言っていいと思います。その悪魔というのは具体的な形があるものではないらしく、よく見る悪魔の姿形は認識しやすいように演出されたものであり、現実的にはあのような形では存在していないと言います。ではどのようなものかということを理解するには、実は私たちの存在自体もエネルギーであるということを認識する必要があって、それを霊体とか魂とか言うのかもしれませんが、悪のエネルギーの塊というものがあり、それが私たち誰もが抱く恐怖に取り付くというイメージだと思ったら良いそうです。あまり詳しくは触れませんが、正しいか間違っているかは置いておいて、そのように考えた方が不安や恐怖との付き合い方が明確になると思っています。つまり地震や食糧危機、最終戦争が起きる起きないという不安や恐怖との付き合い方がわかるということです。先ほども言ったように、最終的にはろくでもない輩たちはこの世から消え失せると思っていますし、その現象は宗教団体や芸能関係の問題、政治家のスキャンダルなどで表面化してきていると思いますし、今後ますます悪事を働いてきた者たちの排除が始まっていくことでしょう。その過程では食糧危機やエネルギー危機、地震などを引き起こす計画が実行されてしまう可能性はあるわけで、その場合の対策として食糧備蓄や日用品の備蓄をすることは必要だと考えています。もっと言えば、私たちが自らの頭で考えて真実に近づく情報を得ることが必要だということです。私もこうしてチャンネル運営をしていく中で、当初の頃よりも様々な経験を通じて目覚めることができてきていると思います。こうして活動を続けられるのも、応援してくださっている皆様の存在のおかげだと思っています。
本当にありがとうございます。なかなか中立な視点で物事を見ることは難しいのですが、これからも精進してまいりますので応援よろしくお願いします。いかがだったでしょうか。今回の動画は私の中で葛藤があり、その解決ができたとまでは言えませんが、一つの節目ができたと思い動画にさせてもらいました。葛藤とは何かというと、危機意識とそこから感じる不安と恐怖との付き合い方、処理についてということになります。私が発信する情報によってご視聴の皆さんが不安や恐怖のエネルギーに満たされるだけになってしまうのではないかということが心配になったのです。危機意識を持つということは、その前に危険を認識しなくてはいけなくて、それができずにいると大難が生じてしまいます。その大難というのを説明するときに、動画を見ている側のメンタルはどうなっているかというと、不安や恐怖というものが湧き上がってきます。問題はそこからで、ただ不安な毎日を過ごすことになってしまうということになると、決して良いことではないわけですよね。むしろ知らなかった時の状態、わかりやすく言えば平和ボケ状態の方がある意味幸せなのかもしれないなんてことも考えました。しかし今回の椅子の国と浜舞台との衝突を見た時に、危機が迫っていることを知らなかったことで、無防備な状態で命を落とした若者が多数いたわけです。危機を知らないままハッピーにパーティーをやっていて命を落とした方が良かったのか、忍び寄る危機を知っていれば外出を控えるなどして身を守れたのではないかということを考えると、やはり知っていればできる対策もあったのではないかと考えます。結論としては、冒頭に新嘗祭の話をしましたが、一人一人の意識というエネルギーを良い方向に向かわせることが大切だということになります。最後にまとめると、ろくでもない輩たちは存在していて、私たちを不安や恐怖で洗脳して支配しようとしているということを認識し、それによって起きる大難を小難に変える手を打った上で、悪は滅びつつあるという意識という名のエネルギーを発することが、世の中が良くなる原動力になるということだと思います。人の意識エネルギーというものの絶大なる力を知っていた G なんとか Q は、日本の文化の継承を途絶えさせようとしたのだと私は思います。時折コメント欄で質問されますが、通常使われる気を使わずこちらの気を使うのは日本人の気、エネルギーを八方に広がることを封印するために締めるというように書かせているという説があることを知っているので、そのようにしています。その例は他にもいっぱいあり、ちなみに隣の赤い国では、人民から人間らしい愛というものの感情をなくすために、愛という漢字の心の部分を取り除き、このように書かせているのだそうです。表向きは漢字の簡素化を目的としていると言いますが、憎むというような悪魔的な意味を持った複雑な漢字は簡素化していないところから見ると、それは嘘であることがわかります。ろくでもない輩たちが恐れているのは、私たちの良い気エネルギーであり、それがどんどん広がって集結することです。ぜひ不安と恐怖との付き合い方を心がけてほしいと思います。そして私は今後とも彼らが行っている、または行おうとしている悪行に対して情報を発信し、対策を考えるというスタンスで情報を発信していきますので、皆様におかれましてはうまく情報を消化するようにしてほしいと思います。きっと世界は良くなっていきますので、そのために大難を小難に変えていく対策をしながら、そして森羅万象に感謝しながら毎日を過ごしていきましょう。小難しい話になってしまいましたが、どうしても話しておきたいことでした。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。またコメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。